はい、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 お昼ご飯の時間ですね。はい、今日みんなちょっと近い仕事で、もうお腹空いてる。ペコペコ。これね、ちょっとこれたくさん材料買ってきたんで、これ使って、みじん、みじん切りとかチーズとか。ああ、これなんかパスタに入れるイメージある。あ、確かに。ハンバーグってイメージ。ああ、ひき肉だから。ハンバーグだね。そうですね。じゃあこれを使ってみんなのお昼ご飯を作りたいと思います。あ、え、急に電気が。あれ、これどうだった？え、どういうこと？なんで？カルさん、これちょっと電気つけてもらっていいですか？はい。あれ、あれ、あれ材料がない。材料がない。どこ行った？どこ行った？え、なんか材料がバンバンに変わってる。バンバンが変わってる。食べただろ。バンバンに変わってる材料が。なんで？師匠、師匠、持ってる。師匠、持ってる。あれ、じゃない、違う、違うやつだ。違う？違う？なんか紙がある。やばい、俺たちの昼飯が。昼飯が。うわ、くそ。なんか、材料は？いただいた、はい、なんかどっかで見たことあるね、これこのマークよく見たな。ピーナツくん、は材料はいただいたぜ。誰ですか？俺の名前はヒーマンさんぜ。通院中、通院中。世界中のカロリーは俺のもんだぜ。暇んてたしね、絶対捕まえられる自信あるっていう。銭形いらない。血統賛成。ヒマン賛成さん、今日一人ですか？なんか仲間とかいないですか？いい、それだぜ。弱そう。だから誰かに作るの手伝ってもらいたいぜ。じゃあ僕、じゃあヒマンさんのアシストして、じゃあえ、まかない作ってくれるんですか？作るぜ。作るぜ、結局。材料いただいたけど。ルッパンって料理できたの？ルッパンは料理してるイメージあんまないですね。マスクちっちゃくね。顔がでかいんだぜ。ひまさん、じゃあこれで今日何作ってくれるんですか？そう、ルパン三世の中でも名作と言われてる、カリオストロ城に出てきた、ミートボールのパスタ。ミートボールのパスタ。ミートボール好き。カリオストロ、はい。パスタ好き。俺もパスタ好き。ミートボールも好き。じゃあ、早速作っていきましょう。はい、お願いします。お願いします。パスタを茹でるぜ。普段からそんな喋り方なんですか？あ、当たり前だぜ。パスタ、今塩はどれくらい入れたんですか？ 3% だぜ。 3%、 沸騰したら茹でるぜ。はい、茹でるぜ。いいよ、お湯が沸いたらパスタを入れるぜ。入れる時のコツは、はい、こう持って、はい、ギュッてやる。ギュッて入れてよ。はい、見とくんだぜ。はい、あれ、なんかあんまりだった。あ、なんか腕毛少ないっすね。ルパンさんより腕毛は少ないっすね。あ、ぜ、ちゃんと。エルパンさんなんか手の甲までびっしり入るイメージがあるじゃないですか。薄いっすね。まあまあちょっと違うから。あ、あれとは違うから。あ、そうなんですね。一緒にしないでくる。はい、わかりました。足首とか細いですか？なんだろうね。ちなみに肥満撮影の作者、ゴリラパンチさん。ステーキ屋さんじゃないですか、ゴリラパンチ。で、違うから、モンキーより強いから。あ、ゴリラパンチなんですね。ゴリラパンチの方が。なるほど。これはもう、常にもう混ぜとくんですか？そうだぜ。ちょっとくっつくとね、大量だからね。少量だったら別に多少放置でも大丈夫だけど、はいはいはい、パスタってくっついたら地獄だから。わかります。嫌ですよね、あれ。そうならないためにもうちょっと混ぜといて。それじゃあ待ってる間にミートボールを作るぜ。ミートボール作るんですね。ミートボールだぜ。ミートボール作るんだよ。やりたかったんだ。モノマネしたくてしょうがなかった。ちょっとミートボールが難しかったね。こんだけたっぷりやったらエンジェルちゃんたちも喜ぶぜ。エンジェルちゃん気に入ってますね。あ、トボツァーン、トボツァーン、ジーゲン、ジーゲン、声お願いしていい？疲れてきた。疲れてきました。マスクしながら俺の肺活量じゃルパンの真似できないから。確かに。こっから先の声はよろしく。アフレコで。じゃあアフレコで。牛ナナのブータさんだぜ。これ、きついっすね。
塩コショウを用意するんだぜ。スギちゃんみたいになってきたんだぜ。確かに。味は結構しっかりめに振るんだぜ。振りすぎちゃう。こいつはみじん切りのニンニクだ。やばい、普通にしましょう。きつい。きついよな。あの一番きつい。クリカンさんすごいかもしれない。ん？クリカンさん。クリカンさん結構いりますね。スタミナスタミナ。結構入れるんだな、ルパン。はい、銭形。そして、はい、隠し味というかマヨネーズですね。マヨネーズ、これでふわふわ仕上げにしようかなと思うんですけど、握力が握力ないんすか。どっかにマッスルはいないですか。どっかにマッスルいないですか。マヨネーズを絞り出せるマッスルはいませんか。いた、マッスルいた。じゃあ、すいません、ちょっとマヨネーズを、はい、例のやつでお願いしていいですか。例のやつで、はい、ズンズンツッツッツッズンズンツッツッツッダダ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 ズンズン It's my イエーイ。オッケー。じゃあ、ミートボールですか。温度がオッケーになったんで喋り方変わりましたね。あ、ほんとか、おっけしんど。結構デカめよね。そうですね。結構これぐらい、あ、うん、これぐらいあるかも。火通したら小さくなるのも考えたらね。そうですね、ちょっと大きめの方がいいかもしれないですね。お、これ、やば、喜ぶんじゃない。エンジェルちゃんたち、エンジェルちゃんたち。あ、いい匂い、もうやばいな、これはいざなわれる。いざなわれる。親方様、親方様、この香りでいざなわれます。うん、元ネタはない。親方ってか僕は。おあ、いい顔。あ、こんにちはしてますね。はい、というわけでミートボール上がったんで、はい、こっからはバトンタッチだ。とっつぁん。任せろルパン。おお。おおじゃあ、これ以前ね、作ったね、デミさんをね、もう全部使いたいと思います。あ、これで完成っすか、見てる。あ、美味しそう、美味しそう。いや、じゃあ、これをちょっといい感じに、いい感じにシュンデル、シュン、シュン、シュンデルって言うんですか。ミートボールにデミグラスがシュンだ、シュン、シュンデル。いきます。おいよ、どっこい。よいしょ。おお。うわ。これ煽れません、鍋。でかー。熱湯やばいね。すごい。これパスタの量よりこの具の方が多そうだね。筋肉だろこれ。すごくない？これ全部で材料費。700円。安っ。本当ですか。嘘に、嘘。知ってるぜ。ちょっとビビったくせに。ビビってねーし。ほら、怪盗だぜ。じゃあ早速、もう腹ペコだから食べましょうか。はい、できれば引っ張り合って食べてほしい。あの、そうだね、映画みたいに。すげーな。幸せ、嬉しい。幸せ。将軍、キングダムの将軍。いただきます。はい、ちょっと今事務所解消中でね、ちょっとテーブルがないんで立食型になってます。うん、クーラーってやばいな。お、バンバンも取って。あ、その代わりびっくりするぐらいニンニク入ってる。うわー、みんなニンニク、ニンニクやばい。ニンニク強い。うん、強い強い。いただきます。ゴールミート、ニンニク強。ニンニク強い時に三三六メンって。いじめだろこれ。うん。ちょっと動画見てくれてると思うから。うん、マジで美味しい。え、よかったっすね、ヒマンさん、うん、作って。あ、そっか、ヒマンというキャラクターだったんですね。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまです。
ありがとうございます。ここまで通じたかったっすね。よかったね。なんかね、もう眠くなってきた。確かに。ちょっと冷房大きいとか寝ようか。あ、ね、あれ、はいはい、おかえり。あれ、ひまさんは？いや、さっき帰ったよ。長らく見ないけど。うん。あ、やられた。何が？いや、食材とか全部取られたなと思って。いや、取られたけど、ちゃんと美味しい料理を提供してくれて、うん、私は、うん、大満足。満足、うん、いや、やつはとんでもないものを盗んでいきました。何？みんなの胃袋です。ああもしかしたらちょっと間に合うかもしれないから、ちょっと追っかけてみよう。あ、いたいたいた、あ、いた、あ、いや、あ、あれ捕まってる捕まってるみんな、胃袋を盗んでもお釣りを盗んじゃ捕まるよ。さっさと歩け。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。何なんだこれ、パターン。2回目だよこれ。最近見た光景だ。まあ、そのネクタイは何？あ、これ何？あ、ひまさんのネクタイです。間に合わなかったやつ？間に合わなかったやつですね。なんか酔っ払いみたいですね。あ、なんか一気に雰囲気が変わりましたね。ぽい、うん、お、お、強そう。ワルサー P3 チャンスか。